緑線は、台湾桃園市で計画中の桃園早運の早、運動船名の一つで、桃園航空場船、空港都市線とも言われており、下記の路線により構成されている。桃園市八徳区から、市の中心地ももぞの区を経て、市内を南北に縦断し、大園区に至る全長、約 27.8km21 駅の路線で、近く間が、約 12.5km10 駅、 公格間が約十五点三キロメートル十一駅で構成される。開発計画が進んでいる、東園高空場の鉄道アクセスを担い、長江駅からの好み林港支線も含め、終端の高校、横山両駅では、東園機場早運と連絡する。第一機区間として、g 零四 g 十四間の本線と、g 三十一県の好み林港支線計ロメートルを、 先行着工し、第2期区間として G1G 島、G15G18 県を延伸する。また八徳から先も2路線の延伸が構想されている。総事業費は、本線と好み林港支線で約989億台湾ドルで、負担割合は、市が約544億元、中央政府が約455億元。航空場線と好み林公、 支線ももその客運運行の早運線道バスグレーンに掃除、既存路線との接続駅を除き、駅名はすべて過小。接続駅を除き、駅名は過小。ありがとうございます。